その奇妙な雲は神出鬼没だった。地球平和連合 TPC は気象学者水野博士を中心とする調査チームを編成、観測を続けていた。ガッツからも堀井隊員が加わっていたが、この日は参加であった。ちなみに水野博士は堀井隊員の恩師である。ゴッドアイズが雲の内部に入りました。ありがとう。いよいよあの雲の正体を見られるよ。水野博士、あなたの仮説が証明されるかもしれませんね。成功、それはファーストコンタクトということになります。だといいんだけれど。すごいノイズね。何かしら、この金属反応。ミノさんの検出したはやはりあの雲は。いやいや、判断するにはまだ早い。そもそもこの高度に降りてくるというのは異常なのだよ。博士、何事だ。博士、シートベルト。あ、ええなあ、一緒に行きたかったな。堀井隊員、シュレッド。よし。出ました。いや、水野博士が羨ましいですよ。博士の仮説が証明されるかもしれないんですから。どないした。探査機のフィンチが消息を絶ったの。え、ダイフが現場へ向かっているが。水野博士、あんなに張り切って。リーダー、気象班からの連絡です。雲の動きがおかしいと。どうした。速度を上げました。このままだと日本に来る。大吾、こちら大吾。雲が見えてきました。やっぱり様子が変です。まるで眉みたいになっていく。初めから臭いと思ってたぜ。博士はカモフラージュしてる可能性もありますね。大吾隊員が危険です。違う。すいません。水野博士はあの雲はクリッターの巣やないかと思ってはったんです。クリッター。地上に降りてこないで空だけに住んでるって言われてる生物のことや。空だけってどうやって来てるんだ。だいたいその巣が何しに来たの。飛行機襲いにか。分からんよそんな。ただあの雲はこれまで電離層に出とって
それがこの前は生きてるみたいだ。大吾隊員、大吾隊員、しまった、俺に繋いで死にてくだな、脱出して。おかしい、この前は電波を吸収している。大吾、レナ、新庄と共にウィング2号で発進。前の周囲は強烈な時間になってるらしい。1キロ以上近づくな。了解。パイロットスクールで聞いたことがある。空には人間が接触したことがない生物がいるって。グレムリンとか呼ぶ人もいた。てっきりルーキーを怖がらせる冗談だと思ったのに。たとえどこだろうと、この地球に人間が知らない生物がいたなんて、俺は嫌だな。ダイゴ、生きてるよね。ヤズミ、前の進路は？はい、移動とともに降下速度もどんどん速くなっています。何なんだよこれ。ウィング2号、新庄聞こえるか？隊長、聞こえますか？そう、無線がダメだ。レナ気をつけろ、こいつは明らかに敵を持ってる。撃ち落としてやる。ダメ、中にはダイゴがいるんだから。あの内部のことが分かれば。ゴッドアイズがもしまだ中で生きてたら、あれは衛星を介する通信や、使えるかもしれん。ちょっとすいません。くそ、ひどい電磁波や。頼むから。生きてた。フィンチとウィング1号は？メインモニターに出ます。これがクリッターなの？あの小さい黒い影は何だ？金属反応、フィンチの破片です。落下します。攻撃します。通じねえか。文明は進化して大量の電波を地球の電離層に流すようになった。それがクリッターの住むところを奪って姿までも変えてしまった。そうや、あれはクリッターちゃう。くっそ、どこの言葉なんだこれ。言葉、クリッターの
サウンドトランスレーターや。動物の言葉やからな。怪獣と対話しようというの？はい。あれは我々人間がこれまでに遭遇してなかったとはいえ、同じこの地球の生き物なんです。ファーストコンタクトはお互いに不幸やったけど、コミュニケーションさえ取れれば争わずに済むと思うんです。可能だと思う？それはとにかくやってみます。大丈夫、水野博士は僕に空想することが素敵なことやって教えてくださった先生なんです。僕は先生の意思を継ぎたい。人間を狙ってるみたいだ。何をしようとしてるの？レナ逃げろ。緊急車が行く。これが怪獣の声なのね。こちらの意思が伝わるかしら。やってみます。君は空から来たんやな。暴れんといてくれ。わからないのかしら。自分に話しかけてきたやつが見えないからや。大将、僕に行かせてください。猶予は甘いないぞ。はい。大丈夫、生きてきて。もう俺たちを空気なのかよ。クリッターがこの地球の生物だとしても、人間のロジックとはかけ離れた相手という気がするが、堀井隊員の心が通じるかしら。私に聞かれても困ります。ちょっと待て。ちょっとどうするつもりなの？怪獣と話すんねん。お前ふざけてんのか。奴は人間を襲ってんだぞ。やらせてくれ、頼む。レナ、君はなんて言うんや。僕は堀井や。君の敵やない、友達や。画像とここ好き。画像と、それが君の名前なんか。お願いや、暴れたり僕の友達を襲ったりせんといてくれ。ラキ、そうや、僕も君もこの星の同じ仲間や。コミュ
ニケーションが成立している。友達はごちそう。え、翻訳がうまくいってないんか。友達はカズオとの食べ物。何言うてんねん。友達を食べる。ホリー隊員、クリッターは電離層で自分の仲間を食い合って生きてきたんじゃ。何、そんな。ほんだら博士たちも。友達。わあ、なんだって。ウルトラマンティガを友達や思てる。でも食べ物って、所詮コミュニケーションは無理か。ウルトラマンティガ危ない。
堀井さん。原始みたい。見かけはな。そやけど水野博士に見せたかった。ステーションデルタに迫る謎の宇宙船、凶悪な陰謀を企むレギュラン星人レナ隊員に秘められた過去とは。次回ウルトラマンティガ、地球に降りてきた男、お楽しみに。